よいしょー、タイムラグあるそうですね、タイムラグある。アイサカ、アイサカタイガのダンカンバカ野郎おはようございます。おはようございます。まさかのまさかの愛坂大河のダンカンバカ野郎、バカ野郎1回目放送なんですけど、愛坂大河がインフルエンザでいませんいませんだー申し訳愛坂バカ野郎になっちゃった。ほんとバカ野郎、愛坂バカ野郎になっちゃったということでね、結構どこにあるのっていうあれがあるんですけど、ヘロメトワンです。そうメトロブラザーワンです。バッティングセンターの前よ。そうバッティングセンターの前よ、前よ、うん、ということでね、赤い帽子の人かっこいい。あー赤い帽子、おいおい大太郎か、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 シュンさんだ、イケメンよ。おいシュンさんや、シュンさん、今でも最低って来てる、今最低ってことイケメン。はい来ました。いやでもまずはね、リップ、クラブリップということで、yes. 自己紹介の方、はい、やっていきたいと思います。はい、おーパチパチ。それでは、まずはまずはまずはこちら、あ、私ハットのイケメン、どうもジャックです。ジャックです、よろしくお願いします。NG コメントが出ましたね。なんか、NG コメント、ジャックに対して NG コメントが出ました。はい、ということで、ということでね、続きまして、はい、行きまして、こちら、こちら、赤い人、赤い人、赤い人ね、ただの赤い人、自己紹介を、両側です。普通か？普通だ、普通だ、普通だ。宮崎が生んだとこあるだろ？宮崎が生んだ。生んだ？赤い人、赤い人、赤い帽子、イケメンそう、ほら赤い帽子はもういいよ、赤い帽子は、赤い帽子はもういい。そして、こちらボーダーの、ボーダーの方、イケメン、イケメン、アイサカタイガが休んだせいで巻き込まれた。ブーちゃんって書いてるよ、俺や、あと俺やブーちゃんになるな、うん、私もインフル、うん、あ、シューさんラグジュアリーのって。そうやで、もともとはラグジュアリーの、うん、赤いカーデさんって。そう赤いカーデさん、うん、さあそしてアルマジロ言われてますよ、コンベさん。そして誰がアルマジロよ、お前じゃない。さあそしてね、うん、まだ誰も知らない、誰も知らないクラブリップの、そう映ってるけどね、もうニューフェイス、イケメン、イケメン、福島が生んだイケメン、福島がね、こちらこちら、アップで、アップでちょうだい、アップで、うん、来ました、えい、あいつどういけ、おぞーす、あーせい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 、もうあげないたくまくんです、よいしょ、えい、たくまくん、ほら、みんなだよ、うん、そう、イケメン、イケメンばっか、ほら、来た、早速かよ、エミネムがいい感じ、コウメさんイケメンだ、コウメさんイケメン、そりゃイケメンや、はっけ、コウメさんは、そして私、カプショが生んだ、生んだ、生んだ、カプショが生んだ、生んだ、4代目、4代目 J ソウルブラザーズ、乾杯する、乾杯しましょう、一回乾杯しましょう、一回、はい、乾杯、乾杯、全くビールで見えないって、うまーい、あげました、やってみました、愛坂大河のダンカンバカ野郎ということでね、バカ野郎、ちょっとじゃあで、愛坂タイガーのダンカンバカ野郎、似てねえ、よいしょ。まあこういうこと、愛坂タイガーのダンカンバカ野郎、ちょっと似てる、ちょっと似てる、愛坂タイガーのダンカンバカ野郎、愛坂タイガーのダンカンバカ野郎、こぼれ、こぼれ、よいしょ、よいしょ、ということでね、やってみましたけど、1回目なんですけども、はい、
まさかのあやさがタイが不在ということで、うん、そう今日はやりますよ。ひどい、やります。ひどい、5人でね。インフルエンザ、これあやさがタイが見てるかどうかわかんないですけど、うん、はっきり言いましょう。はっきり言いましょう。バカ野郎、B型範囲、タイがバカ野郎タイがバカ野郎ということでね、おシュンさんが、いや僕代表じゃないんですよ。代表は愛坂大河なんです。そう、はい、新しく生まれ変わってね、大河行ったら手僕はもう平社員になったんで、はい、凡人、いや社長はてなはてな、赤いほら赤い帽子に抱かれたい、うん、抱いたのか抱いたのか、そっかコメント停止してましたよ。コメント停止してるから言うてね、やっぱ NG コメントらしいです、ね、NG コメント、はい、わらということでね、まあ今日はあの1回目ということなんで、あの自己紹介なりなんなりしましたけども、皆さんの何がね今日言いたいかと、何が言いたいかって、それはねやっぱりなんとテレブリップリニューアルしちゃいます。イエーイ、なんとリニューアルしちゃいますね。しちゃいます。さっきも言いましたけども、代表がまあ、愛沙がタイガーになったということでね、はい、そしてなんて役職が全員外れたということで、そう、はい、まさかのね、まさかの首寸前やない、首寸前首一枚で今みんなやってる感じですけどね。そうですね。そう、そんな中で、うん、今日はやっぱりね、福島から来てくれた、そういうお茶のイケメン、いやイケメン、そうもう福島が生んだ生んだスーパーイケメン、イケメン竹マッチ、うぇー竹マッチ、うぇー、なんとね福島が生んだのに、あの靴下がくまモンっていうね、そう靴下くまモン、くまモン見せてくまモン、くまモンですよ。もう浮気者やね、浮気者やね、ポンコツファイブって言われてるぞポンコツファイブって言われてる、ポンコツファイブ、どういうこと、ポンコツファイブやめろ、誰がポンコツファイブや、おいこれ絶対タイガーやろ、タイガー書いてるのタイガーやろ、かっこよくない、お前バカ野郎、なぜかわかんないけど、ずっとなんかあの赤いね、あのキャップの人がすごい必要、そうそうそう、あのね、やっぱりね、俺レベルになるとね、レベルになるとね、ちょっと違うからね、そう、それ赤い帽子も似合う、そうそうそう、タイガーです、来た、タイガー、おい、タイガー、タイガーくん、タイガー、大丈夫かい、まあ、タイガーはもうええねん、いいの、もうええねん、ということでね、そして、さらに、はい、宮崎が生んだ、宮崎が生んだ、スーパー、なんだっけ、なんでお肉、お肉、お前、俺に求めるか、何番、チキン南蛮、チキン南蛮男、うん、そう、りょうがくんで、そう、おはよう、おはよう、もうね、3時なんでね、見てる人いるかな、ちゃんと、うんこれ見てるかな、そう、メンキャバじゃないですよ、うん、赤いキャップさんですね、赤い帽子の人一発芸よろしく、イエイ、おわそれはもう得意や、うん、赤い帽子の人は、うん、やりましょうか、じゃあ一発ギャグ、うん、スーパーポリップ、ん、スーパーポリップって言うね、相当でかい、赤い人はキャストなの、年齢は社長でしょう、うん、おお、あ、じゃあね、せっかくなんで、儀式して、せっかくなんで、クマジロないから、クマジロがなかったわ、ちょっと儀式したかったけど、こう視聴者の皆さんにクエスチョン、質問をね、うん、今から受け付けたいと思います、へい、この5人に聞きたいこと、うん、なんかありますか、また突発ですね、はい赤いカード指名したい、大きました、質問ね、全然質問ない、カーで飲んでなくない、おいおい、カーで飲んでなくない、おいおい、カーで、もう酔ってるわ、すでに、はい、りょうがくん、今日ノリは、お、待て、コーネ、ノリはつけてる、ノリは、コーネちゃんと拾おうか、りょうがくん、今日のノリはどうですか、どっちのノリ？このあれ？これ？つけてるやつ？おめつけノリが、あ、横がノリ、
なるほどね。飲め飲め飲め。はいはいはい。はいはい。いただきました。はい、じゃあ、飲むか。ちょっと質問コーナーやりましょうか。質問コーナー。質問コーナーね。うん、この5人に聞きたいこと、はい、あります、ありましたら、うん、コメント残してください。はい、言ってください。はい、今か早いもん勝ちで受け付けます。早いもん勝ちで。早いもん勝ちで。うん。うん、ウォーウォーって聞いて。ウォーウォーきました。で、初回から。はいはいはい、全然早い。右足どうしたの？右足？うん、右足。折れてる。そう、折れてる。事故った。ここ突っ込む人いる？逆に。今生放送でここ突っ込む人いる？冬なのにこんなことしてるから、冬なのに。寒いのに。寒い。量が飲んでなくないわ。量が飲んでなくないわ。もう俺は俺ということでね。はい、はい、やっぱ冬だけに、ね、冬だけに滑ったら、うん、あ、来た来ました、うん、ペケペケの人数、売り上げアベレージいくらぐらいですか？リアルだな。半端ねえなこれ。売り上げアベレージ、うん、リアルや。5人合わせて5人合わせて言います。まあ1億、うーん、そうっすね。4ポンド4ポンド重さや重さだよね。米拾おうだ、はい、2バーツ来ましたね、2バーツ。はい、で次、ね、ペソ。あ、やばい、マクロした人数は、うん、マクロした人数。あ、じゃあこれ、ジャックからいこう。これマクロした人数、マクロした人数。え、今までですか？今日現在までマクロした人数。デブの俺に聞きますか？デブのお前から行こう。結構僕本気になっちゃうと結構年間でも3は行きますかね。じゃあ次、量。おい。ジャックは3です。ジャックは3です。じゃあ量くんは、おわ、枕した人数。デブちゃう、デブ221人。じゃあ次、コウメさん。俺？コウメさんいいですか？覚えてないよ、そんなんもう。覚えてないぐらい。うん。じゃあ、タクマッチ。まだ1日目だからね。1日目だからね。やらかいよ、俺は。タクマッチ1日目にしても、1日目ですね。1日目ですからね。そう。タクマッチ1日目ですから。1日目にして、すんごいオーラ出してるから。いや、全然出てないですよ。ほんとにでもね、他にある？うん、次はね、リオだね。好きな女の子の香水。好きな女の子の香水。香水は。はい、これはね、もう一斉のせでいこうか。オッケー、一斉のせでいきましょう。みんな大丈夫ですか？一斉のせで。香水の。香水ね。はい。私の匂い。香水ね。うん。わからんな。ジャック、ライン検索できない。うん、ちょっとね、認証できないんだよね。うん。ちょっとね、なんかわかんないんだよね。壊れてんのかな？うん。香水の匂い。香水の匂いね。いつのせでいいんじゃないですか？赤い服としましまの服の間の人、たくまくん、そう、うん、赤い、なんていうの、たくまくんです。たくま、そう、たくまや、うん、間はたくまや、くまもんです。くまもん、コメントめっちゃ広いてるけど、福島が産んだくまもん、くまもん、福島が産んだくまもん、そうっすね。あ、たくまっちはね、ブー飲んで、ちょっと待って、今月から入りました、タクマッチは。そうですね、福島が産んだっておかしいっすね、うん、そう、うん、多分ね、これ視聴者の人はみんなタクマッチのこと知らないと思うんですけどね。そう、知らないですね。知らないと思うんですけど、嵐でいう大野くんですね。初めて大野くんじゃないの、相葉くん。あ、嵐いう相葉くん。ああ、たまに。たまにだね。極玉ですね。だここはほら、この5人揃って嵐みたいなのがあるからね。ああ、うん、ちょうど5人っすかね、うん。ちょうど5人ね。松潤。それ以外は投げでしょ。なんか放り込むだなと思ったよ、うん。で、ほら、香水のリク答えないのって言ってるから。香水のリク行く？香水のリク行きますか。うん、じゃあ一斉のせいじゃないの。ジャックから行こう、ジャックから。あー、なるほど。僕の好きなね、香水はね、知ってるかな、結構前のやつなんだけど、エリザベスガーデンってやつだね、うん、結構爽やかくなるやつね。いやー、香水はあんまりあれなんですよ、うん、
やっぱフェロモンが一番いい。フェロモンが一番いい。一人だけ生々しいな。じゃあ次タケマッチ。タケマッチ。香水ですか。香水ですか。俺アナ水が好き。アナ水。アナ水。はい来たよ。香水だけにアナ水。終わった？ね、うん。だけどあの MC ちゃんとしっかりしてて。MC ちゃんとしっかりしろ。しっかりするわ。じゃあコメさん。いや俺アナ水好きやね。アナ水やっぱ好きです。香水だけで。そうそうそう。じゃあ僕は言わせてもらうと、やっぱり、みんなこうアナスイとか言う中で、俺だけは違うんですけど、アナスイなんですよ。いや一緒やねん、コメントでぶっ飛ばすんですよ。おいやめて。ちょっとほら、アナスイのアナスイがちょっと感じ違うからアナスーになってからアナスーになってからね、ゲイっぽくなっちゃった。はいはい。じゃあ続きまして、何かありますか？続きますね。なんやっぱね、今日はあの初日なんで、CM 行きます。CM 行きたい。初日なんで、はい、行かせて。タモさんか、タモさんか。コロテロリッタ。やられたらやり返す倍返しだ。クラブスコール。なんでクラブスコールに通わなかったんだろう。今日から週3だ。クラブスコール。部下の売り上げは上司の、上司の先は部下の。ユースキグループクラブスコール。フランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク。二日酔いがなくなる。お酒が一杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。結構飲んでる今日。あんま聞かないじゃん、だってこういうの。これ、これいいね。バースデーとかいいじゃん。へえ、スプレーちゃいけない時とかいいの、これ。すげえ、使う。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。はいはいはい、行きました。はい、行きました。行きましたけどもね、鼻水は止まらないです。どうでしょうみんな、まあやっぱね、クラブリップのいいとこ行っていきましょう。いいとこ、じゃあ涼くん、まずクラブリップのいいとこ行ってください。仲がいい、みんな。いい意味で仲がいい。それは仲がいい。仲がいい、そうだね。あとは、もうないやん。ためらっとるやないか。ためらっちゃってるもんね。いや、言い過ぎて。いや、いっぱいいっぱいあれ。いっぱいすぎてちょっと選んでた。じゃあ俺ばっかり言ったらあれかなと思って。ああ、なるほどね、なるほど ね。じゃあジャック、次いい、クラブリップのいいところ。アットホームなところ。アットホームだよね。仲いいの一緒だ、ね。まあ一緒っすね。コメさん、コメさん、クラブリップのいいところ。いやもう全部いいよ。みんなの笑顔があればそれでいいんだよ。じゃあタクマッチ、今日初日だけど、あ、感じたこと、いいと思ったところ。いいと思ったとこっすか。そうっすね、なんか赤いキャップの人がハゲてるとこっすか、ね、そうそう、赤いキャップのようなキャップだ。バカヤー、もう太陽が出たよ、もう太陽が出た。太陽が出た。まだちょっと早いけど、早いけどね。いやでいいよかー。 MC がやっぱりマイクになっちゃったからね。ボジョネヌーボ、一番最初に飲めるからね。ボジョネヌー、おっ、もう仲いいね。じゃあ僕からクラブレップのいいところはね、やっぱりね、ハゲても売れる。あ、それはありますわ。ハゲても売れちゃう。それはある。うん、僕はハゲですけど、パナマワンだよ。まあ顔がめっちゃ顔がイケメンやからね、この顔、この顔。
ナンバーワンもんか。タコは何歳だって。タコマくん何歳？何歳？タコマくん何歳？何歳？42です。42です。42。38歳だ。はい。ここ全員40代、一人だけ50代いますけど。でやろ。はい。これだけね。ハゲても売れるの。ハゲても売れとるわ。売れる。ハゲて。これみんなハゲに負けとるからな、ここな。ああ、下がったのにこのまま、ごめん。ごめん。すいませんでした。ほんとすいません。すいません。ほんとつるつるすいません。たくまっちさん何歳なのっていう質問。そうそう。早速たくまっちの質問来ましたよ。そう。たくまっち本当の年齢は24です。24ですね。たくまっち24です。あの、たくまっちはね、すごいからね。何がすごいっすか。今日、なんと、タグマッチ、2月2日、2日で。そうっすね。2日で、24歳になりました。おめでとう。あざっす。おめでとう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 。ということで、せい。なんと、たくまっちハッピーバースデーです。ハッピーバー、ハッピーバー。おめでとうだ。今日ね、このちょっと言うと、たくまっちと2人でご飯行って、2人で行って、サプライズで、イエス。ちょっとハッピーバースデーたくまって書いてあるね、ちょっと夜景の綺麗なところで、そうっすね。お祝いしたんですけどね、いや店員さんが、若干男2人だったんで、そうなんすよね、怪しい目で見られる、怪しい目で見られる、危ない人なんですよ。で、そういう時代あったんだよね。ちょっとでもちょっと照れながら2人でこう写真かっこいいっつって写真撮ったっていうね。そうそうそう、ちょっとそんなくだりがあったんだけどね、ちょっと照れちゃった。照れちゃったっすね。みんなこの後何すんの。この後ね、話ぶった切りすぎやろ、お前。ぶった切っちゃってるね、もうね。ぶった切りすぎやろ。孔明さんはね、来週出る予定だったんですけどね。本当はね、本当は。そう、急遽。でも今日ちょっと酔っ払って。あいつ、タイガーのバカ野郎が、カンカンやから、まあ。無理やり巻き込まれちゃった感じ。そうなんです。あいつがタイガーがね、ちょっとダンカンバカ野郎なんじゃないですか。出る羽目になったのかな、出る、でも出なかったのかな。3時半まで暇やから、ラジオ体操みんなで踊った。踊ってた、さっき。てんてんてれんっつってね。ホストクラブで、コウメさん字違う。字違う、コウメさん字違うからね。コウメになってる、コウメ。クラブリップはお店終わってからラジオ体操踊るっていう。そうっすね、健康にいいっすね。まあ、ちなみになぜか今日入ったばっかの竹松と孔明さんが一生懸命こうやってやってた、二人でやってるっていうね。関係ないんやけどね、本当はね、今日はね。関係ないですね。まあ、それを見た亮がずっと爆笑してた。あ、そう二人で何やってんだろうと思って。そう。ちなみに、眉毛温めてほしいって言ったからですよね。そう、やっぱ恥ずかしいから。ニコ生の前にね、やっぱこう温めようっていう緊張をね。で、みんなこうやったのに、たくまっちと孔明さんしかやらなかったっていうね。そうなんすよね。ひどい事態ね。確かに。っていうことでね、孔明さんになりましたね、いよいよね。いよいよやりましたね。ということでね、さあ、そろそろ男優さんとか言われてる。はい。誰が加藤隆也、誰が加藤隆也。誰も言ってないですよね。誰も言ってない。そうですね。ということで、男優ファイブさん。さあ、なんか質問ありますか。質問ないとね、僕らもそろそろ突っ走っちゃいますよ。そう、突っ走っちゃうから。夜中のテンションで行くという、やっぱり下ネタっていう方に行っちゃうんでね。嬉しいことにこの番組好きになりそうって。バカ野郎。この番組大好きだな。あんのもね、好きになってね、好きになってね。早いのね、意外と30分ね。30分早いですよ。早い、もったいないでしょ。ほら、やっぱ1時間にしていてこうやるんで。うっせぇハゲってる。うっせぇハゲ。バカ野郎、これ絶対タイガーやろ。ハゲよ、ハゲ。大会ね、一人
人顔うるさいぞと言って誰誰顔うるさいの誰顔誰でキャップキャップおいちょっとタイガお前後でお前しばき行くからなもしかしたら見てないかもしれないこれタイガじゃなかったらもうえらいこっちゃやそれそれはそれでということでね、なんかこう若干画像を見るとやっぱ涼河が赤で目立つねそうそうっすねうん涼河君ちょっとキャップ顔うるさいっつって顔がうるさいもう顔が俺も名前出てる、ね、ジャンクそう意外とねやっぱ涼河君はちょっと一言言いたいらしい、ね本当そうそれはもう言いたかった、うん、ずっと我慢してた、うん、もう本当にねうん何を何を我慢してたのみんな大好き、うん、俺疲れてるよ俺はこれはちょっともうソファーとどうそれりょうがくん無茶ぶりに弱いということが本当そう弱いわ弱い、うん、でも今日やっぱね一番喋ってほしいのはこのたくまくんなんだよ。うん、俺はそれはもう行ったれ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 おはようおはようおはよいこんにちはこんにちはこんにちはすいませんでしたすいませんでした何ねびっくりしちゃったんだけど挨拶しかしいやいやもう本当に挨拶してんやんね寮が久しぶりだよ久しぶり来いよねえしっかりせえ久しぶりー、ね、ちなみに言うとね来週は飲みます来週はねみんなが好きな葵さんだったりとかね、うん、あそう、うん、孔明さんだったりとかそう、うん、またゆうたさんだったり2度目のそうすごい人がいっぱいいる、今週はもうニューの感じフレッシュな感じでいきますよね。ああそう来週はフル株が出ますから、フル株は孔明さんとかもう出えへんって無理やりやから今日もなんか入ってるどういうこと起きたかなんか入ってるうんこのビルなんか入ってるハゲが一番はしゃぎすぎきてるやん、うん、そうえ、今日タイガマジで見てんのこれタイガはタイガ見てんのタイガ見てる、うん、来週見ないぞ、うん、来週見ないぞ見てくれタイガーは来週来ますね。来るね。くれ。好きだよ、うんね。逆に言うとタイガーは今日いない意味。そう。うん、このコメさん出てよ。アイサがタイガーのダンカンバカ野郎なのに、そう。そう。一発目出ないっていうね。アイサがもうさすがやな。さすがさすが。お前が一番言いたいよ。さすが。一番言いたいよ。もうタイガー君はさすが。うん。ということでね。はい。うまいですね。やりましたということで、来週も、この勢いで、みんなで頑張りたいと思いますので、来週も、皆さん、見てくれるかな？ダンキャンバカヤロー！じゃあ、みんな乾杯しよう。一回乾杯しよう。乾杯しよう。よいしょー！俺の瓶の。ありがとう！LINE してね、LINE してね、して、いっぱいして LINE してね、まだもうちょっとあるよ、まだもうちょっと、バカシャレ、シャレをつけじゃあ、みんな、バイ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 ね、また来週バイバイね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を